大井競馬11レース地元重賞の京阪杯です。まず指数の見方ですけれど、指数は青色の折れ線になります。黄色線は連帯目安のラインとなります。二重丸打った2番の馬からです。金2走黄色線を上回りました。特に前走は G1 で優秀な指数を出しました。まあ、この馬中央を含めて世代トップクラスです。ここは必勝でしょう。この時期の3歳戦ですので、成長力も鍵になります。この馬デビューから指数を右肩上がりに上げています。未だ成長中ということで、さらなる成長による上積みも見込めます。ここは確勝級でしょう。展開面を見ておきます。一角通過順位はオレンジ色の四角になります。花を切っても2番手でも好指数を出しています。先行力分析シートを見ておきます。一角予想図ですけど、逃げ馬が3頭、先行タイプが5頭と、ハイペースになりそうですが、1700で先行争いも落ち着き、ミドルペースを予想します。先行力で相当しますと、この馬の先行力は、2着、2番手を大きく離したトップです。ここを花を切って、押し切ることができると思います。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1007です。ここまでこの馬は距離延長をこなしてきました。今回も100メートルの距離延長を克服してくれるものと思います。丸を打ったのは7番の馬です。この馬4走連続で黄色線を上回っています。連帯資格としては十分です。ただしここの青線が横ばいで、これ以上の成長分の上積みは期待できないと思います。距離を見ていきます。距離は1008で好指数を出しています。ただし1006でも見劣りしない指数を出していますので、1007は問題ないと思います。展開面です。2番手、3番手からの競馬で好指数を出しています。先行力を見てみると、先行力は3番目ということで、今回も好位につけて得意の展開になりそうです。次に黒三角打ったのは5番の馬です。前走の大井1600で、黄色線を上回る指数を出しました。指数の黄線は右肩上がりで成長中です。成長中の上積みを見込むと、先ほどの丸を打ちました7番を逆転すると思われます。距離を見ていきます。距離の方ですけれど、紋別時代は1007で、1002や1000とほぼ変わらない指数を出しています。なので、1007は問題ないと思われます。その他の馬を見ておきます。まず、白三角打ちました。3番の馬です。前走大井の1008で黄色線を上回りました。この馬中段からの差し客室なので、距離が伸びた方が良さそうです。バツを打ったのは6番です。黄色線をこの馬上回ったことがありません。成長分を見込んでもここでは少し足らないと思います。能力偏差値を見ていきます。A ランクは20まで来ました。2番です。この馬が抜けていますので、頭でいきましょう。相手は B ランクの2頭、この2頭は横一線になります。